危ない危ない。新さん大丈夫ですか？団長、俺はいつも助けの手に甘えて。俺、新さん、新さん、しっかり。顔色がすごく悪いですね。苦しそうで見てらんねえぜ。パルフリートとアチシと、それからシスの力が体の中でぶつかり合っちゃったから、体がものすごく疲れちゃってるんだ。今またアチシの魔法を使っても。そういうもんなのか。回復魔法も万能じゃねえんだな。ま、ヒュンフで無理なら他のやつじゃ不可能ってこと。ここまでよく直してくれたよ、ほんと。暴走の原因はわかる？魔法じゃないと思う。多分お薬かな。シスの中の力の流れをめちゃくちゃにしてる。薬？シスさんを害する理由があって、薬の扱いに長けた人物なんて一人しかいない。マガザン製薬部門技術長にして、カルム一族虐殺事件の調査を依頼してきた男。ネハン、あの男しか。さて、シスのことは俺が見てるよ。団長ちゃんやフィンフは休んどいで。え？シエテ大丈夫？ちゃんと看病できる？そこ心配されちゃうの？俺大丈夫だよ。濡れタオルとかオイラたちが持ってきとこうぜ。さて、リシャーだっけ？秩序の気空団第四気空帝団先団長、団長ちゃんのお友達だしね。傷つけたいとは思ってないよ。でもね、シスさんの暴走の原因ですね。うん、外部からの干渉がなければシスが暴走することはない。島には君が乗ってきたものとは別の秩序の気空団所属の小型艇が一時停泊してたみたいだね。私の後をつけていたようです。と言っても信じてはもらえないですよね。まあ、君を嘘がつけるタイプとは思わないけどね。それはそれとして、お互い立場ってものがあるでしょ。はい、それに私の失態であることに変わりはありません。涅槃の身柄に関しては秩序の気空団に責任があるしね。監督不行き届きとは言えるかな。悪いけど、今秩序の気空団へ君を返すわけにもいかないし、しばらく軟禁されててくれる？その程度でいいのならもちろん。涅槃の捜索はしなくていいんですか？するかもだけど、君には任せらんないし、今は人手も割けないしね。とりあえず部屋でおとなしくしてて。いいね。はい。無限は家の中だと窮屈そうだし、外で食べることにしたの。シスをゆっくり眠らせてあげたいから、部屋から少し離れた場所がいいかなと思って。確かに、ありがとな、ソン。さて、みんな、お料理は揃った？出来たてのうちにスープをいただきましょう。焼きたてパン、どうぞ。ありがとうございます、ソンさん、無限さん。うわー、うまそうだな。あ、ダメダメ、みんなでいただきますしてから。じゃあ待つぞ。私、いただきます待てるぞ。そういうことだよね。そうだよ、いただきますしないのはお行儀が悪いもん。うん、いただきます大事、挨拶大事。あら、よく知ってるのね。
偉いわ、無限。えへへへ、教える、あった、挨拶大事、返事素敵。美味しいものはみんなで食べるともっと美味しくなりますもんね。うん。挨拶、それに食器の使い方、どれも教わらなければわからないはず。無限は物覚えはいい方なのに、言葉はとてもたどたどしい。最近習ったということかしら。だとしたら誰に？どうして今その人と一緒にいないのかしら。うまかった。ソン、おかわりくれ。え、もう食べたの？うまかったからな。だからおかわりだ。はいはい、今よそうわ。たくさんあるからみんなも遠慮せずにおかわりしてね。おう、ありがとな。シスとシエテの分のご飯？ふむふむ、団長は今から見張り番なんだ。うん、じゃあ私が運んでおくね。お安い御用だよ。なあ、飯持ってけばシスと話すきっかけになったんじゃねえか。ほら、親父さんとどんな風に過ごしてたのかとかさ、せっかくなら聞いてみるのも。うい、そっか、もうちょっと後の方がいいか。そうだな、やっぱ驚いたし。シスが悪いわけじゃねえけど、オイラたちとしちゃ複雑だよな。シスを連れてザンクティンゼルに一度戻ってきてくれりゃよかったのにな、親父さん。オイラたち結構仲良くやれたと思うぜ。だろ？シエテ！シスの名は十天衆に返上する。今まで世話に。ありゃ、思ったよりもご飯早かったね。どういうこと？シス、十天使をやめちゃうの？なんで？これ以上、繰り返すわけにはいかないからだ。繰り返すって、何を？他人に甘えることをだ。俺は、これまで、助けの手に甘え続けてきた。あの男、団長の父、シエテ。そして、団長。自分の罪を償うこともせず、救われることで生きながらえ、また新しく罪を重ねる。そんなの！断ち切るには、いい機会だ。今まで世話になったな。感謝している。そんな。ここが、スーオファミリーの根城。随分と年代物の屋敷ですね。うん。それに、人気もほとんどない。まるで敵を警戒していないみたい。警戒する必要がないからね。スーオファミリーは長い歴史の中で広い人脈を培ってきたそうだ。今ではその人脈と長の権威を持って様々な分野での調停役を務めている。軽んじその領分を犯すなど、よほどの怖いもの知らずでもなければやらないだろうね。それはつまり、軽々しく動くことはできないってことでもあるでしょう。本当に僕たちに助力を？それは君たち次第だ。ウーノ、ママがお会いになるそうです。
こちらへ。ありがとう、アシャ。行こう、エッセル、カトル。ごきげんよう、レイ。元気そうで何よりだ。ごきげんよう、ウーノ。まだおひげを生やしているのね。あまり似合わないと言ったのに。このひげは数少ない趣味のようなものでね、手入れには気を使っているんだが、それにこうでもしないとハービンというのは若く見られがちだからね。私から見ればあなたもまだまだ小さな男の子だけれど、でもそうね、あなたもさらに幼い子供たちを導こうとするほどには大人になったのだったわ。なんだこの女、ただ見てるだけなのに。ごきげんよう、小さな子たち。私はレイ。さあ、まずはお名前を教えてちょうだい。私はエッセル。こっちはカトル。星屑の町の子供たちの一番年長。エッセルにカトルね。アシャ、三人にお茶を入れて。はい、ママ。星屑の町、子供たちだけが暮らす場所。マガザンに圧力をかけられているのだったわね。うん、そして十天衆と秩序の気空団の対立を契機としてマガザンが町に攻め入ろうとしている。マガザンを潰すだけなら僕たちだけで十分です。でもその後が続かない。だから私たちスーオーファミリーの力を借りて、今後も子供たちだけで町を、島を運営していきたいというわけね。話は分かってるってわけだ。それで手を貸してくれるんですか。なぜ星屑の町を残したいのかしら。え、町をここまで安定させるためにあなた方が払った犠牲の多さ、大きさは私にも察しがつくわ。でもあなたたち、その犠牲に固執して意地を張っているのではない？あんた何を。子供たち全員で島を出てもマガザンは追ってくる。安住の地を得られないのなら星屑の町に残るよ。ええ、そうね。でもマガザンはこれからあなたたちに壊滅させられるのでしょう。そうなればもう追う者はいない。あなたたちがどこで何をしようと積極的な介入はないでしょうね。そうなった時になぜこれから別の勢力が手を伸ばそうとするあの島へ残らなくてはならないの。新たな火種が生まれる前に星屑の町を離れ別の生活を手に入れてしまえばよいでしょう。それは。そうね。その時に力を貸してあげることは容易だわ。私の子供たちには工房を持つ子も大きな商店を営む子もいる。おのおの奉公に出るのはどう。働いて手に職をつけて大人になって当たり前の暮らしを手に入れる。それではいけない。いけないに決まってんだろ。僕たちがこれまでどれだけの。ほら、やはりかつての犠牲に肯定している。頭に血が昇って最善手を選べていない。ふざけんなよ。僕たちが積み上げてきたものを全部捨てろってのか。その言葉遣い、大人が怖いのね。自分を鼓舞する虚勢、虚飾。
黙れよ。いいえ、あなたもその似合わないお化粧。大人を恐れ、攻撃をかわすための盾なのでしょう。でもそのお化粧も、あなたの迷う心を覆い隠すことはできない。迷う余裕のある子を助けるほど、私の手も空いているわけではないのよ。お帰りはこちらです。星屑の町を解散する。行き先があるのなら、それが一番安全なのかもしれない。でも したかとうぬが問うか。わらべは寝る時間よ。迎えも妙とは言えるまい。眠くないもん。まだ寝ない。であるか。赤子の自分は覚えは寝息を立てたものだが、育つものよな。もう赤ちゃんじゃないもん。赤ちゃんだったら頭痛くなるほど悩まないもん。面白きものよ。赤子わらべは瞬きの間に言葉を得、歩むを覚え、技を知る。昨日泣きわめき父を求めたかと思えば、今はこうして斧が道を惑う。面白きかな、面白きかな。面白くなんて全然ないよ。ほんと、面白くない。あちしさ、考えたけど、シスとあちし同じなんだ。おお。魔力がバーってなって、パパやママや村の人たちにたくさんたくさん迷惑かけて、でもさ、あちしがずーっと村の子でいられたのはさ、じっちゃが来てくれたからじゃん。じっちゃがあちし泣いてしてくれて、それでパパとママと離れ離れにならなくてよくなって。でもそれって運が良かっただけだよ。シスだってさ、あちしにとってのじっちゃんみたいに、誰か先に助けてくれてたら、シスのパパやママ、カロムの人たちがシスに優しかったら、あんなこと、きっと、なんでシスにはじっちゃんがいなくて、昔のシスやカロムの人をあちしは助けらんなくて、なんで、ピョンフよ。うがい。すでにある結末を変えることは、人の身にてかなわぬ死によ。時は一人でに過ぎ、事物はおのずと起こる。この世が思うままになることはない。よしにつけ、悪しきにつけ。覚悟のいとまがあることこそ、行幸よ。ゆえに、人は己の望むところをなすため、心強く、魂磨きて歩まねばならん。選ぶべき時、選ぶべきものを、
手に取るため、己を錆び腐らせるな。わかるな。よし、ウヌの魂、未だ折れず、その輝きを失わず、しからばヒョンフよ。ウヌが望み選ばんと願うは何ぞ。アチシ、アチシがしたいこと、おかえり、エッセル、カトル。うん。ただいま、シエテ。今日は、もう寝ます。おやすみ、姉さん。おやすみ。シエテ、待っててくれてありがとう。私も、今日はもう寝るね。エッセル。ん？俺に話したいこと、ある？うん、多分これは私とカトルが自分で決めなきゃいけないんだと思う。だから今はいいよ。そっか、二人が自分のことを大人だと思ってても、俺にとってはいつまでも妹と弟だよ。本当にそう思ってるからね。エッセルとカトルが兄弟たちに思うのと同じようにさ。ありがとう、シエテ。それじゃ、団長、一緒によろしくね。どうした？アチシ、団長に行っちゃったかんね。そんでもって、多分秩序の気候団のとこに行くつもりだってことも。あ、そうだ。それって、本当にシスがしたいこと？やりたいこと、他に、ないの？やりたいことなど。ちゃんと言ってよ！嘘とかごまとか、そういうのいいから！シスがもし一人ぼっちになりたくても、アチシも団長も無理やりついてくんだから、カルムの生き残りの人にも一緒にごめんなさいって言うよ。許してもらえないかもだけど、でもわかんないじゃん。もしかしたら許してくれるかもしれないし。だからさ、シスの本当にしたいこと教えてよ。なんかないの？したいことなど、いや、俺は団長たちとまた旅がしたい。だから、そしてまた制御を失って、何度それを繰り返す、何度お前たちを傷つける。俺は、やりたいこと。
たいことをするしかない。